こんにちは、うさおチャンネルです。今回は今年2024年がラストイヤーとなる韓国テジョンにありますハンファ生命イーグルスパークに行ってきました。球場への行き方や球場内の雰囲気などたっぷりお伝えしますので、最後までぜひお付き合いください。うさおトラベルチャンネル。今回はテジョンの東横インに宿泊していましたので、最寄りの政府庁舎駅から地下鉄に乗っていきます。テジョンの地下鉄は1路線しかないので路線を間違える心配はありません。ただし乗車する方向には気をつけましょう。地下鉄で7駅先の中央路と書いてチュンアンロという駅までやってきました。こちらの駅からイーグルスパークまでは徒歩で約20分かかるんですが、一応最寄り駅ってことでそれっぽい雰囲気になっています。地下鉄の改札を抜けて少し進むと結構大きな地下街に出ました。地下街の案内にソンシムタンと書いてあります。このソンシムタンってテジョンですっごく有名なパン屋さんみたいなんですけど、特定のお店の名前が地下街の看板に書いてあるってあまり見ないですよね。階段を上がると目の前にソンシムタンのケーキ屋さんなんでしょうか。こちらも結構すごい人です。ソンシムタンの本店は路地を奥に少し進んだところにあるようです。ありました、これですね。こちらも中へ入るのに人が並んでいます。店内は人は多いし、美味しそうなパンはいっぱい並んでるし、どれ買っていいかわかんないんで適当に買ってきました。そぼろパンってのが名物らしいんですが、ハングルばっかりでどれかよくわかんなかったです。さて、先ほどの地下道の出口の前へ戻ってきました。ソンシムダンのケーキ屋さんと KB と書かれた国民銀行の看板を目印に、こちらの通りをまっすぐ進んでいきます。基本的には道をまっすぐ進んでいくんですが、球場は通りの右側になりますので、ここで渡っておきます。途中の一部分ですが、通り沿いの店舗が全て廃墟みたいな感じになっているところがありました。ここを試合終わりに歩いて帰るのはちょっと嫌かもしれないですね。駅から数えて2つ目の大きな交差点を渡ります。ユニフォーム姿の方が右へ曲がっていったので、そちらへついていきましょう。こちらの路地のようなところを左へ曲がると、イーグルスって書いてある、あれが球場ですかね。路地の奥に突如姿を現す球場、なかなか不思議なロケーションです。こちらがハンファ生命イーグルスパーク、そして奥には2025年のオープンを目指して新球場が建設されています。なんか窓口の案内がいくつか分かれていて、当日券がどこで買えるのかわからないので、とりあえず聞いてみます。教えてもらった窓口でスマホの翻訳機能を使ってこちらのオーダーを伝えました。今回も無事チケットを購入することができました。スマホの翻訳画面でオーダーを伝えるの結構便利で使えると思います。さてさて、試合開始までもう10分を切っています。ちょうど国歌の演奏が行われているとこでした。自分の席へ着く前に先に球場内を探検してみたいと思います。こちらはバックネット裏のスタンドの下に位置します。売店が並んでいて、こちらを通り抜けて一塁側に抜けることができます。こちらの球場、1965年のオープンということで、韓国プロ野球球本拠地の中で最も歴史のある球場だそうです。そのため球場内は日本的に言うと昭和の香りがそこかしこに漂っています。ここで球場でよく聞こえてくるハングルを5つご紹介します。アンタがヒット、ホームランがホームラン、チェガンが最強、これはチェガンハンファとかチーム名を合わせて使うことが多いです。あとスンリーが勝利、ファイティンが頑張れ、このあたりを押さえておくと韓国での野球観戦をより楽しめるかもしれません。
ご覧いただいた通り改造を繰り返しているせいか通路が迷路みたいですね。このままレフト側へ抜けて一周してみたいと思います。日本の球場と違って外野にはがっつり応援する人があまりいないので、特にレフト側は落ち着いた雰囲気です。レフト側の後方にはこんな感じのテーブル付きのグループ席もありました。レフト側の動画をあまり撮れていなかったので写真で雰囲気をお伝えしたいと思います。さて、球場内を一周し終えて三塁側の2階席へ上がってきました。指定された席はすでにグループの方に占拠されていたので、その辺の空いている席に陣取ります。一応は全席指定のようですが、空いている時はこんな緩い感じです。先ほどソンシムタンで適当に選んで買ってきたパンをいただきます。よく見るとコロッケって書いてありますね。ツナサラダみたいなのが入ってて美味しいんですが、なかなかカロリーが高そうですね。試合も中盤まで進んでビールも空っぽになりましたので、再び球場内を探検していきたいと思います。というかね、この日のテジョンって気温が13度か14度かだったかで、2階席は風がもろに吹きつけるんでかなり寒いんです。この時5月の中旬でしたが、日によっては防寒対策が必要なようです。再びバックネット席裏の通路を抜けて一塁側へ向かってみたいと思います。この辺の通路もなかなか入り組んでいて、一瞬どっちに行ったらいいのって迷いそうになります。内野席の後ろのところって物を置ける台みたいなのがあって、まあつまり通路に立って立ち見するのが黙認されている。そんなこの球場のちょっと緩い雰囲気も私はなんか気に入りました。それにしてもやっぱりこの一昔二昔前ぐらいの風情が残るこの球場、いい雰囲気です。そして韓国の球場に来て思うんですけど、若い方が多くて皆さん楽しそうですごい生き生きされてるのが印象的なんですよね。炭火で焼かれるいい匂いに釣られて大きなイカを買ってしまいました。まあこれは安定の美味しさですね。というわけで、あわや逆転さよならかという当たりでしたが、一歩及ばずホームのイーグルスが負けてしまいました。
この球場、通路も狭いし、ちょっと出るのに時間がかかりそうなんで、のんびりしていきたいと思います。試合中、チアの方が上がっていたステージは、試合後は観客の皆さんの記念撮影会場になっていました。こちらのフィールドシートとか、無理やり改造して作ったんですかね。出入り口がすごい段差になっています。まあちょっと狭くて不便なところもありますが、これもまた味わいのような気もします。ちょっと懐かしい雰囲気を感じられるハンファ生命イーグルスパーク、この雰囲気を味わえるのは今シーズン限りとなりますので、気になる方はぜひ足を運んでみてください。場内の人が吐けるまで結構待ったつもりなんですが、まだやはり通路は混んでいます。今回は韓国テジョンにありますハンファ生命イーグルスパークで野球観戦をしてみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ご感想やリクエストなどございましたら、お気軽にコメント欄にお寄せください。あとまだの方は高評価やチャンネル登録もぜひしていただけると嬉しいです。もうすでに時間は夜10時を回っています。地下鉄で帰るのめんどくさいなって思って Uber のアプリを開いてみたら、なんとすぐ車が来てくれるようです。韓国って昔から Uber 使えましたっけ。1000円ぐらいでホテルまで送ってくれるみたいなんで、これで帰りたいと思います。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。